はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。CPKC 女子オープン最終日速報を言ってみたいと思います。会社行く前までの、ちょっと、あの、時間までですけどもね、ちょっと速報を言ってみたいと思います。最後、まおちゃんはね、どうしても、あの、仕事に行ってる間にこう決着がつくという感じになりそうなのでね、途中までのこう情報をお伝えしたいと思います。まず、吉田優里ちゃんですけどね、 今日は韓国のアンナリンと同じ組みでした。1番はね、取りたいパー5なんですけども、セカンドショット、手前のバンカーに入れてしまって、今日はエッジから、ね、グリーンの手前のところから、ピンが30ヤード以上奥のピンになってるんですよ。なので、バンカーショット、距離が40ヤード以上の バンカーショットになってしまうんですけども。ここが寄せきれずにバーディーならずでしたね。取りたかったんですけどね。で、2番はセカンド、ピンの奥3メートルぐらいについて、これがラインに乗ってたんだけど、惜しくも入らずのパーでしたね。惜しかった。これバーディー来たなと、ね、思ったんですけど、惜しかった。で、5番のパー3なんですけども、t が前に出てて、 9番アイアンで打てる距離だったんですけども、ピン左奥7メートルぐらいについてね。バーディーパット、まあ見るからにかなり右に曲がりそうなライン。これ無理だなと。思ったらこれぶち込みましたね。おはようバーディーです。こういうすごい曲がるラインって結構日本にいる時も決めてるシーン何度も見てますよね。大事な大事なパット。もう優勝がかかるっていう。 大事なパッドでも直角に曲がるようなライン決めてるシーン何回も見ましたよね。皆さんも見たことあると思うんですけど。で、次の6番のセカンドショット4メートルについて、このバーディーパッド、なんとカップの右,右奥で止まりました。右奥ですよ。カップの右を通ってから左にスッと切れて、 右の奥のところで、いや、コロンと行ってほしいなと思って待ってたけど、入らずと。惜しい。もう連続バーディーでもよかったのになっていう惜しいパットでした。で、7番もですよ。7番も。で、7メートル以上あったのに、もう少しっていう惜しいパットが続いてたんですよ。もう少しでしたね、これもね。で、まあいいパットで,でしたけどね。8番。 8番は、フェアウェイからのセカンドショット。ピンの手前4メートルぐらい。これぶち込みましたね。これをぶち込んでのバーディー。来ましたよ。で、9番、パー3。これね、奥に落ちて、傾斜で戻ってきてピンに寄っていくっていう感じでしたね。ピンの奥の方に落ちて、傾斜で戻ってくる。バックスピンでピューッと、じゃなくてね、傾斜でスーッと戻ってくるっていう感じ。 まあみんなこれを狙ってね、奥の、奥の方に打って、ピンに寄せてくる打ち方をしてました。で、5メートルの下りのバーディーパット。これ下ってるからちょっと難しいかなと思ったけど、これもぶち込んでの連続バーディーでしたね。で、11番。ここボギー打ってしまうんですけど、すぐに12番でバーディー取ってバウンスバック。ここが、ワウワウでは映らずと。 いう感じですね。まあ、そろそろ、最後、まおちゃんがスタートする時期に近づいてきたので、カメラもそっちに行かないとっていうことでね、カメラ2台しかないのでね。じゃあ、吉田ゆりちゃん、しぶこちゃん、どっちを映すか。というところでしたけども、やっぱりしぶこちゃんのカメラを残して、吉田ゆりちゃんのカメラが最後、まおちゃんの方に行ったのかな、という感じのところでしたね。なので、吉田ゆりちゃんに関しては、まあ、ここまでにして、 全部終わってからね、また会社から帰ってきてから動画を上げていこうかなとは思ってますので、まあ、詳しく知りたい方はそちらの方をご覧ください。で、しぶこちゃん行ってみましょう。しぶこちゃんはイムジンヒと、まあ、同じ組になりました。スタート前ね、ボランティアの女性とかとこう握手するじゃないですか。その時の笑顔が他の選手と違うんだよね。 やっぱり、ま、しぶこちゃん自身がそうなんだけど、しぶこちゃんと握手する時のボランティアさんの、あの、向こうの人たちのボランティアさんの女性の方が、表情が全く違いましたね。イムジンヒとか、あの、他の選手と握手するときと、しぶこちゃんと握手する時の笑顔が、そのボランティアさんの、まあ、あちらの方々のね、女性の方、全然笑顔が違いましたよ。 しぶこちゃんに対する笑顔が、もう本当に心の底からもう笑顔になってるっていう顔で、しぶこちゃんと握手してましたね。まあそういう風にこう、か、相手の顔を変えてしまう、顔を変えてしまうというかね、もう満面の笑みにさせてしまうっていう、そういった力を持った、まあ笑顔っていうことで、向こうのメディアが、まあスマイリングシンデレラと名付けたんでしょうかね。今日は、 薄いグリーン系のウェアでしたね。で、白パンツでした。で、T ショット1番ホール打った後、あワウワウのカメラにね、今日も笑顔で挨拶してからのスタートとなりまして。で、1番のパー5。フェアウェイからのセカンドショット。手前のバンカーの、さらに手前のラフで、あのー、止まりました。で、3打目のアプローチね。これが手前1メートルぐらいについて、 で、バーディーパッドを入れて、おはようバーディー。もう今日も最先がいいスタートでした。昨日みたいなことにならないようにね、あのー、調子を持続してね、波に乗ってほしいなと思います。で、2番のパー4。これがね、T ショット右の木が邪魔でね、ちょっとドローヒッターには狙いづらい T ショットになるんですけども、今日は左の方にこう引っ掛け気味でラフに行っちゃいました。昨日はね、木の上行きましたけどね。 今日はちょっと、まあ、木が気になったのかなっていう感じのショットになってしまいました。結果的にはね。で、セカンドは手前の花道付近で止まる感じでしたね。で、その後、打った後ね、セカンドショット打った後、マネージャーのミミさんからね、何かもらってたんですよ。何かなと思ったら、サインペンでしたね。で、しぶこちゃん自分の、あの、ゴルフバッグに、 近寄ってって、ボールを出してね、なんかサインしていましたね。まあ、もう帰らなきゃいけないっていうところの子供にサインしてあげてたのかなとかって思いましたけどね。で、3打目はパターで寄せに行きました、ここはね。で、27メートルぐらいある、あの、パト、パター、パトだって、かなり左に切れたんですよ。 で距離感は合ってましたね。まあ、長いパッドの距離感、本当によく合うよね。しぶこちゃんは。で、1メートルぐらい左に切れた感じなので、カップからは1メートルぐらい離れていましたけど、あの、距離感はバッチリでしたね。これを入れてパーセーブと。で、3番のパー3。左手前、4、5メートルぐらいかな。ちょっと映像ではね、もう、ちょっと縦距離になっちゃうと、こう、映像ではわかりづらいんですけどね。 で、打った瞬間から大きくぎゅーっと右に切れる感じでしたね。強い傾斜のグリーンでした。ここは入らず。でもストレスのないお先にパーでしたね。で、4番のパー5。ここ取りたい方ですね。ラフからのセカンドショット。やはりラフは難しいんですよ。右のラフに行って、で、3打目。まあ、ラフが深かったんでしょうね。素振りがね、すごいこうカット目に入れるような上からね、 打ち込むようなカット目に入れるような感じの素振りを見せたんですよ。そこからのショット。グリーン手前の花道でしたね。なかなかグリーンまでは届かなかった。で、4打目のアプローチが寄せきれずに2メーター半ぐらい残してしまって、まあ、ここはボギーでしたね。これは相当悔しそうでした。やはりラフに行っちゃうと本当にね、深いところはもう思うようなショットが打てないという。 もう打たせてくれないですね。普通のスイングができないというかね。はい。まあ、スイング自体はできるんだけども、ラフの、あの、芝のこう抵抗にもう負けてしまうっていう感じですよね。まあ、男子プロならもう根こそぎガーンと芝ごと持ってっちゃうんでしょうけどね。女子はさすがに無理。ね。ここはちょっと、あの、仕方がないかなと。ラフに入れちゃうとしょうがないかなっていう感じのところです。で、5番のパー3ですけどもね。 左手前、4、5メートルぐらいかな。フックライン。最後、キューッと右に切れて、もう少しで入りそうだったんだけど、少しだけショート。ここはパーでした。で、6番のパー4。これね、フェアウェイからのセカンドショット。右の、ピン右の2メートルぐらいのところに着いたんですよ。ナイスショット。これをぶち込んで、バーディーですね。再びアンダーに行きます。でもね、 気になったのは、あの、バーディーパット打つ前なんですよね。まあ、バーディーパット決めたのは決めたんですけども、バーディーパット打つ前にね、パッティングのスイングじゃないんですよ。あの、素振りじゃないんですよ。ショットのバックスイングの動きをチェックすることをこうずっとやってたんですよ。パターンで、グリーン上でね。相当ショットのこう違和感がある中で、 やっていながら、それでも大崩れ、大れしないで、大崩れしないでね、予選通ってるっていう、で、今日もここまで、まあ大きく崩さないで頑張ってるっていうのは、相当すごいなというふうに感じましたね。グリーン上でショットの、ね、素振りするんですよ。相当気になってるところがあるんじゃないですかね。で、7番、パワー4。 これね、左のラフからのセカンドだったんですけども、やはりこう、低く出て、グリーンを奥にこぼしてしまいます。なかなかこう、高さが出なかったり、もう捕まりすぎちゃって、芝の抵抗に負けて左に行っちゃったりとか、もう重いようなショットが打てないんですね、ラフからだとね。で、アプローチは、ちょっとボールが沈んでるところ、で、 映像の後ろの方にね、しぶこちゃんのアプローチの映像の後ろにしっかりミミさんが映像にカットインしてきましたけどね。<laughs> 腕組んでじーっと見てましたけど。で、アプローチね、これカツーンと入ってね、まあ、どういう状況だったのかはちょっとわからないですけどもね。ピンを大きくオーバーしてしまいます。ピンよりも、あの、右に出たんで、ネックに当たったのか、最初からそこを狙ってたけど、 ちょっと強めに入ってしまっただけなのか。ちょっとその辺は本人以外にはわからないと思うんですけどね。で、4段目のアプローチ。もう同じぐらいの距離になっちゃったんですよね。カラーからなので、今度はパターで寄せに行きます。これが3メートルぐらいショートしてしまって、まあカラーのところのこの芝の食われ具合がちょっと計算が合わなかったのかもしれないですけどね。いやー3メートルショート。これダボかと。 思ったんだけど、これをぶち込んで、なんとかボギーで済ませました。おー、すごいと。いや、ボギーだけどね。いや、ナイスボギーでしたよ、ここはね。いや、もう、アプローチ失敗したんだけど、いや、あれだけ沈んでたしね、映像でね、ボールが全然見えないぐらい沈んでたし、やっぱちょっと難しいところに行っちゃったんでしょうね。で、8番のパー4。 これフェアウェイからのセカンドだったんですけども、右奥4メートルぐらいについて、これが左を抜けていきます。惜しくもバウンスバックにならずでしたね。惜しかった。で、9番のパー3。狙いよりもちょっと左だったんですね。やはり素振りしてるのはこれかなと。まあ普通のこうアイアンショット、まあティーショットでね、これだけ左に行っちゃうっていうのは何かこう自分の中で思うようにこう、 バックスイングなのか、あの、テイクバックなのかは分かんないですけどね。まあ、切り返しからなのか、まあ、下半身の動きなのか、なんだかは分からないですけど、ね、これはちょっとしぶこちゃんにしか分からないと思うんですけどね。この気持ち悪さっていう感覚。ねで、あのー、まあ、乗ったは乗ったんですけどね。17、八8メートルぐらいかな。<laughs> 17、八8メートルぐらい。 遠いこれはちょっと、寄せるだけでも大変。も、ま、う、あ、段の下だし。あ、違う。段の上だし。だから段を過ぎたらもう下って加速していくわけですよ。でもカップにずっと寄っていって、1.5メートルのとこまで寄せていきました。ナイスタッチでしたよ。まあ、段を下っていってから加速していくのまでね。そこまで計算なかなかできなかったと思うんですけど。でもこれを沈めてナイスパーでしたね。 いやーここを一瞬ボギーかと思いましたけど、ナイスパーでした。で、10番のパー4。ここはね、ドライビングディスタンス計測ホールになってるんですけども、しぶこちゃんのドライバーショット、286ヤード飛びました。いやー飛びましたね。あの、最後、まおちゃんなんか昨日290とか出てましたけどね。で、ファーストカットのところで止まったんですけども、そこからのセカンドショットなんですけども、まあ、同じ組のイムジンヒが、 その前に、しぶこちゃんの前にね、ラフから撃ったんですよ。やっぱりイムジンヒでもこう思った距離が出ずにね、パー4なんですけどもグリーンまで全然届かないという。やっぱりラフはね、もうみんな苦労していますね。で、しぶこちゃんのセカンドショット、ファーストカットだからなんとか乗せてい、えー、こうと、いってほしいということだったんですけど、右手前10メートルぐらいかな。まあ、ちょっとこうピンには、 寄っていかなかったですけども。で、ここね、バーディーパット、まあ10メートルぐらいありましたけど、ボールセットするのにも結構時間がかかるぐらい、傾斜のところの、あの、パッドだったんですよ。もう、ボールセットしてマークを外すまですごい時間かかっちゃって、まあ、ちゃんと止まってくれないんですよね。動いちゃう。だけど、ね、まあ、ようやく、こう、ぴったり止まるところに置けて、カップ、 今度は1.5メートルぐらいオーバーさせてのあのパットでしたね。まあ、ここはナイスセーブでした。パーセーブですね。で、11番のパー4。T ショットね。今度は右のラフ。セカンドショットラフが深すぎたんでしょうね。グリーンは狙い、狙えない感じ。パー4ですけども、グリーン狙えない。フェアウェイに出すだけになるつもりだったんでしょう。でも捕まりすぎて。 というか、捕まりすぎたというよりは、もう芝に食われて左に行っちゃって、左のラフまたね。で、三打目、これ目の前に行け。池越けの、あの、ショットになってしまうんですけども、セカンドショットみたいなことがあるといけないんで、またラフですから。そのライがあまり良くなかったんでしょうね。ピンはちょっと狙えなそうな感じ。花道方向を狙って打ちました。で、四打目勝負ですね。 まあ4打目、パターで寄せに行きました。途中からぐーっと右に切れていく傾斜があるところ。まあでもうまく打った方だと思いますよ、これでも。まあ最後どんどんピンから離れていくし、まあ離れていくんだったらもっとあの違う方向を向いて打てばって、そっちだと傾斜がかからないとかね。あの、あるんで、<laughs> そんな簡単じゃないんですよね。<laughs> 日本と違うから、アメリカなのでね。 ああカナ、カナダだけどね、ここはね。アメリカツアーなのでね。そんな簡単なところじゃなかったんですよね。はい。もうぐーっと右に切れていくんだったら、もうちょっと左、ね、狙っていけばいいじゃないかと。そんな簡単な話じゃないんですよ。で、3メートルぐらい残ったボギーパッドこれぶち込んだんだよね。いやー、ナイスボギーでしたね。いやよくここボギーで切り抜けたなと。思いましたね。 で、12番のパー4。これ、フェアウェイからのセカンドショット。ピン右奥、右じゃないかな。ピンの奥、5メートルぐらい。で、これ、まあ、5メートルあるからな。そ,、まあ、そん、な簡単なパットじゃないよということだったんですけども、ね、そうだってね、あのー、携帯電話も言っておりますけどね。<laughs> で、あのー、この5メートルのパット、ぶち込みましたね。うん いや、そんな簡単なラインじゃないとは思ったけど、バーンスバックです。うん、来ましたね。で、13番のパー4。これね、セカンドショット8メートルぐらいについたんですけども、ここは1メートルぐらいオーバーさせて打っていって、しっかりパーセーブというところで、まあ、最後、まおちゃんがスタートする時間に迫ってきたりっていうことで、まあ、この辺にして、 あの、最後、まおちゃんの、あの、映像をね、しっかり見て、そ、それでもう会社から帰ってきたらね、ちょっとお伝えしようかなというふうに思っております。まあ、とりあえずの速報でしたけども、来週、あの、北海道明治カップ、日本に帰ってきて出ます。もう連戦、連戦で疲れてるとは思うんですけども、アメリカツアーの、あの、難しいコースであれば、まあ、こうやってね、 なかなかカットラインギリギリとかね、なかなか伸ばせずっていうのを見てるから、期待できないんじゃないのというふうな意見をする人が多いんですけども、全然こうコースが違ってくるので、あまりにも難しいところでなんとかパーセーブっていうのが多いんですけども、ここまで難しいグリーンとか、日本にはないと思うのでね、まあ北海道に来た時に、 どういうプレーを見せるのかっていうのは、そこは、まあ、初日注目してみていきたいなと思いますけどね。とりあえずの速報をお伝えしました。まあ、なんとか頑張っております。吉田ゆるちゃんもアンダーで回ってますから、上位に来た、来たれ、来れば、上位に来ればね、あのー、ランキングを上げてね、あと、8月1日からのポートランドクラシックで上位に行けば、あのー、80位以内の、ね、シード圏内に行って、 2回目のリシャッフルで、あの、80位圏内っていうのをクリアできるかもしれないっていうところまで、あの、だんだんとゴルフ上昇気流に乗ってきてるなっていうところが見れましてよかったと思います。とりあえずの速報でした。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン。 侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた